ラウンド13、虎。当たり前のことだが、虎は強い。単純に体長や体重が同じような水準の動物たちと比較しても、虎の強さは格別である。例えば、国内最大の肉食獣といえば、北海道のエゾヒグマだが、虎にとっては体長2から3メートルほどのヒグマも捕食対象であるという。 そんな怪物を相手に急所をさらすのはおごりがすぎるので、着ているジャケットを首に巻いてガードするくらいは、しておいた方が良いだろう。虎の弱点は腹部だ。腹部の強度は家猫と大差ないはずなので、なんとか腹部に強力な一撃を当てることができれば、九死に一生を得ることができるかもしれない。その場合は、対ピューマ戦で使った、振り向きざまのカウンターを応用した後ろ蹴りを放つと良いだろう。 単純にパンチよりもキックの方が高威力になりやすいし、相手との距離も保ちやすいのでおすすめだ。